ほら、田畑芳雄っていう人がいたでしょ。田畑芳雄の歌でね、オートレーズヒヨって歌があるんですよ。これまた皆さんが好きなんですよ。どこ行っても合唱になるんですよ。そしてオートレーズヒヨったらどんな歌だったんだろうと調べてみました。そしたら利根川あたりでね、ヤクザの親分同士がこう声を張った親分同士がいたんですね。飯岡の助五郎とか、そしてこれは飯岡の助五郎に今度は笹川の重蔵、この二人の親分の戦いの中に巻き込まれてですね、まあ新た30歳の命で亡くなる、あ、仙台藩出身なんで平手美希っていうのは覚えてらっしゃいます。平手美希は仙台藩出身で、腕が立つ、頭もいい、器量もいい、もう三拍子揃った、侍だったんですが、ところが一つ大きな欠点がありましてね、お酒飲むとだらしない。なあ、本読むと修羅音って書いてあるんです。お酒飲むと人は変わると。それでね、やっぱり粗相しまして失敗しましてね、仙台藩から追い出されるんですよ。でどこ行ったかっつったら、あの千葉県の、あの今の長寿あたりのあの辺の利根川のね、あの周辺で、飯岡の助五郎にこう拾われて、用心棒として暮らして、その出入りの中で、まあ、あの老害という病もありましたもんですからね、なかなか思いをたたけなかったんでしょう。はい、悲しい物語でございまして、だからあの平手美希の物語はね、もう強くてたくましくてすごく良い場面と、まあかわいそうな場面とね、ありますもんですから、もう映画にもなるわ、芝居にもなるわ、ね、たくさんあります。平手美希の歌でございます。オートレーズヒヨ入ります。
足で大仏で暮らし。